はい、首であったりとか肩の痛みについても少しお話していこうと思ったんですが、ちょっとその前にですね、予防の大切さっていうところに、これからですね、予防についてお話ししていく上で、私の考え、価値観っていうところをちょっとお伝えしていこうかなと考えてます。トイレに来られる方は、やはりですね、痛くなってから来ます。そしてそれもですね、うちは1回1万円とか8000円って形でいただくので、かなり痛みが強くなってから来られます。もう歩けないレベルであったりとか、もう手術しかないよって言われるレベルの方がうちにはたくさん来られます。そこで思うことは、もっと早く、早いタイミングで見させてもらえなかったのかなっていうところを、私は強く感じます。絶対に痛みの出る、前に何か前兆であったりとか、あ、これ以上やったらちょっとまずくなるんじゃないかなって、そう感じるタイミングってご自身の中にあったと思うんですね。あなたの中にもあったと思うんです。そのタイミングを、まあちょっと仕事が忙しいからとか、そこにかけてる時間はないからとか、そんな余裕がないから、お金の余裕がないからっていうところで、ないがしろに、体をないがしろにしてしまってたんじゃないかなっていうのを私は感じます。もちろんですね、事故であったりとか、転倒して腰が痛くなったり膝が痛くなったっていう方はまた別ですけれども、そうではなくてですね、だんだんなんかしんどくなってきて、ある日もう動けないぐらいになってしまうっていうのが、まあ、多くの慢性痛の方の、典型的なパターンなので、そうなる前にですね、限界点を突破してしまう前にやっぱり予防をしていく、そういったことがとっても大切になってくるんじゃないかなっていうのを私は考えてますので、この、動画であったりとか、この YouTube のチャンネルっていうところでは、私は基本的に、予防に関してですね、力を入れて、お伝えしていきたいなっていうふうに考えてます。もちろん痛くなってからの対処法とかも大事ではあるんですね。緊急性が高くて、そっちも大切なのはわかるんですけども、そっちよりも予防っていうところに、私は重きを置いてお伝えしていきたいなと考えてます。これは、私の過去にもちょっと、そういった思いを持った背景があって、私の父はですね、痛みとはちょっとずれていくんですけども、体重がですね、100キロとかを超えてる、すっごい、まあ、おデブちゃんだったわけなんですね。おデブちゃんだったわけで、話を、聞くと、お仕事が終わってからですね、お姉ちゃんの家に行って、カツ丼をですね、カツ丼をたらふく食べてから、自宅の方に戻ってきて、私の家ですね。まあ私というか母の家に戻ってきて、その後しっかりですね、母とかおばあちゃんのご飯を食べてたっていう、ヘビーな人間だったんですね。もちろん体重であったりだとか、体脂肪、あとは内臓脂肪の状態、血管の状態というところはすごく悪くなってしまい、だんだん体を蝕んできて、最終的にですね、私が小学校2年生の時、8歳とか7歳ですね、その時にくも膜下出血って形でですね、死んでしまいました。今でも鮮明に覚えてます。遠足の日で、すごく雨が降ってて、ある日ですね、突然担任の先生から、あなたすぐ帰りなさいって言われるんですね。何が何のこっちゃ分からなくて、ばあちゃんが学校に迎えに来て、で、病院で死んだ父の顔を見るっていう、その気持ちですね。はい。小学校2年生ながらですね、あれは結構、ショックが強かったんですね。はい。ショッキングで、まあ死ぬちょっと直前にですね、何やらですね、母ちゃんのことは頼むなと。私の弟は知的障害を持っているので、弟のことも任せたぞと、守ってやってくれっていうふうに言われたんですけども、まあそんなのですね、僕はね、無責任だと思うんですね。はい。自分の父親に対してこんなこと言うのはあれなんですけども、ちゃんと予防しておくべきだったんじゃないかなと、私はすごく思ってます。まあ少なからずやっぱり寂しい思いは私はしましたし、一番下の弟、私の一番下の弟は、その早く死んだ、亡くなった父の顔を見たことがないです。で、私の子供ですね、
子供にもやっぱりじいちゃん、なんでしょうね、孫として見せてあげたかったなっていう気持ちはやっぱり今でも、ずっと持ち続けて、少しですね、なんでしょう、やっぱ寂しい気持ちは今でもあります。やっぱり予防っていうのはそれだけ大事なことじゃないかなっていうふうに考えてます。大切な人との大切な時間がなくなってしまうのはやっぱりですね、すごく損失なのでもったいないことだと思いますから、あなたはですね、そうならないように、健康のこと、そこは一番大切に、優先順位を高く持ってですね、痛みだけではなくて食事であったりとか体質っていうところもですね、ちゃんと、見つめ直す、そのきっかけにこの YouTube のチャンネルっていうところを利用していただければいいんじゃないかなと、そう考えてます。私みたいなっていうかですね、私の家族みたいな、まあ少し寂しい思いをするそんな家庭が少しでも減ればいいんじゃないかなと思って、私はこんな情報を発信させていただきますので、ぜひあなたもですね、自分の健康っていうところを今一度振り返る、そんなきっかけにしてくださいっていうお話でした。ちょっとなんか締めっぽくなりましたけれども、はい、とってもですね、私の何でしょう、コアの部分のところ、少しお伝えできたかなと思いますので、ぜひですね、予防っていうところに、すごく重きを置いて生活してくださいっていうお話です。はい、本日のお話は以上です。わからないこと、気になることですね、あったらまたコメントいただければと思います。いいなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録とかで、次回からのお話も見逃さないようにしてください。本日の動画は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。